クラウディオ・カスタ・ニョーリー、クラウディオ・カスタニオリ・ニョーリクラウディ・コスタ・ニョーリー、1980年12月27日隊は、スイスのプロレスラー。ルテルン出身のイタリア系、スイス人。現在は、WWE にて、セザーロ、セザロの、リングネームで活動している。2000年12月24日、ドイツのルトライン、イコールベスト・ファーレン州を拠点とする。 WXW ウェストサイドエクストリームレスリングにて WC w C のリングネームでプロレスラーデビューを果たす。2001年5月、アーレストスイスマネーホールディングスイスマネーホールディングなるタッグチームを結成。WXW ヘッス選手を拠点とする GSW ジャーマンスタンピドレスリングに参戦して活躍。2002年 ドイツの団体に参戦していた、クリス・ヒーローと出会った縁が元で9月7日、アメリカ合衆国にわたり、インディアナ州を拠点とするイは MID、サウス、インディペンデントレスリングアソッション MID サウスに参戦。2003年7月5日、アメリカペンシルベニア州を拠点とする力に、本名名義で参戦。タグワールドグランドプリ2003に、 スイスマネーホールディングとしてアーレスと共に出場。2004年11月14日、ペンシルベニア州を拠点とする CZW に参戦。2005年2月5日、CZW オンリーザストロング、スカード4ライフにて、クリスヒーローとタッグチーム、キングオブレスリング、ザキングスオブレスリングを結成。7月16日、ペンシルベニア州を拠点とするローに参戦。 2007年3月31日、ローサプルカードオブオナー E にて、ヤマトと対戦して勝利。11月3日、ローグローリバイオナーバイにて、マルフジ聖堂と対戦して勝利。2008年2月、ノアに参戦。初来日を果たす。6月22日、ノアと WXW が、ドイツにて共催した、WXW、ノア、デッドエンドバイブタグに、 ヨーロピアンナビに参戦。ケンタと対戦するが敗戦。2010年1月、ノアザファーストナビグ12参戦。クリスヒーローと組んで、グローバルタックリーグ戦ブロック A にエントリー。11月、ノアウィンターナビグ2 0 1二参戦。12月5日、クリスヒーローと組んで、GHC タック王座を保持する、高山義弘佐野卓ミに挑戦するが敗戦。 2011年9月、WWE と契約を交わし入団。参加団体である、FCW にて、アントニオ・セザーロ、ミスター・アントニオ・セザーロの、リングネームでトレーニングを開始。10月24日、FCWTV にてデビュー。マイク・ダルトンと対戦。最後に、リコラボムを決めて勝利。2012年3月19日、FCWTV にて、 FCW15 王座を保持するリッチー・スティムボートに挑戦。15分の時間切れによるドローとなり、試合後には乱闘へと展開。この試合をきっかけに、スティムボートと交想を開始。2012年4月20日、スマックダウンにて、ラグビーの元トッププレイヤーであり、アクサナのボーイフレンドというギミックで登場。同月27日、スマックダウンにて、 タイソンキットを相手にデビューを行い、最後にニュートラライザーを決めて勝利した。5月6日、FCWTV にて、FCW15 王座を保持するリッチ・スティム・ボートに30分制、アイアンマンマッチで挑戦。終盤まで2から2となり、互いに視力を尽くすが最後に、リコラボムを仕掛けたところにコドレットで切り返されると、スーパーキックを喰らい、 ホールを取られ試合終了4秒前に敗戦となった。同月13日、FCWTV にて、インディ時代の名優であるカシアス・オーノと対戦。序盤より、ダーティーファイトに徹すると終盤には、オーノの、ローリングエルボーをレフェリーを誤爆させるとオーノに、襲いかかりマウントの状態からパンチを連打して、反則負けとなった。8月19日、サマーシラム2010にて、 WWEUS 王座を保持するサンティーのマレラに挑戦。終盤にマレラのコブラを受けそうになるが、アクサナの介入により邪魔すると、ニュートラライザーを決め勝利。ベルトをダッシュした。9月21日、スマックダウンにて、サンティーのマレラと対戦。終盤に、アクサナのミスにより敗戦。これをきっかけに、アクサナとの関係を解消した。10月1日、RAW にて、 マイクアピールを行い、5カ国語でスピーチをすると母国であるスイスを絶賛する。一方でアメリカを低俗な国としてこき下ろすという、反米ギミックへと変更。2013年3月26日、メインイベントにてヨーデルを歌う陽気なキャラクターへと、ギミックを変更。入場の際にヨーデルを披露すると相手であるケインを、困惑させた。このギミックは長いこと続かず、すぐに飛んだ 6月17日、RAW にてゼブ・コルターより、外国人でありながら、心は、真のアメリカ人として紹介され登場。ウィリアム・リーガルと対戦して、ニュートラライザーを決めて勝利した。7月、もう一人の真のアメリカ人であるジャック・スワガーと、タックチーム、リアル・アメリカンズ、セリエル・アメリカンズを結成。2014年2月14日。 リングネームのファーストネームであるアントニオが一般的に多く扱われているということからセザーロ、セザーロへとマイナーチェンジ。ランディ・オートンと対戦。最後にヨーロピアン・アッパーカットを避けるとニュートラライザーを決めて勝利。4月6日、デッセル・マニア XXX にて、WWE タッグ・王座争奪フェータル・ 4A、ウェイ、タッグマッチ出場するが敗戦。スワガーと、コルターと、 仲間割れを起こす。同日に行われたアンドレザ・ジャイアントメモリアルバトルロイヤルにて、最後にビッグショーをボディスラムで抱え上げなが、トップロープから落として優勝した。これは1987年のレッセルメイニア E で、ハルク・ホーマンがアンドレザ・ジャイアントをボディスラムで投げたことのオマージュである。同月7日、RAW にてマネージャーをポールヘイマンへと変更。 この件により奮闘したスワガーコルターと構想へと展開。また、E シダブルでヘイマンと関係があったロブ・バンダムをも巻き込み、5月4日、エクストリーム・ルールズ2014でスワガー、ロブ・バンダムとトリプルスレッドマッチを行い、最後にロブ・バンダムにニュートラライザーを決めて勝利した。7月21日、ブロックレスナーの復帰によりヘイマンが レスナーのマネージャーとなったために離別することになった。12月1日、RAW にて、タイソンキッドとタッグチームを結成。ウーソーズ、ジミーウーソ&、ジェイウーソ、ニューレイ、ビッグ・イー&、コフィキング・ストーン・ウィズ・エグザビアー、ウッズ、ゴールド&、スターダスト、ゴールダストスターダストと対戦。最後に、ゴールドスターダストの介入により、ニューレイを襲撃すると、 キットがキングストーンを丸め込み勝利。2015年2月4日、キットとのタックチームを、ブラスリングクラブ、ブラスリングクラブと名付ける。同月22日、ファストレイン2015にて、WWE タック王座を保持するウーソーズに挑戦。最後に、キットがジミーにノーザンライトスープレックスを決めて勝利。ベルトをダッシュした。6月1日、 スパース・とアーズにてキット VS サモア・ジョーの試合で、キットがジョーの技を受けた際に首を負長期欠場となり、キットとのタッグは自然消滅することになった。11月23日、肩を故障し長期欠場へと追い込まれる。2016年4月4日、RAW にて復帰。ロマン・レインズが保持する WWE 世界ヘビー級王者への挑戦権をめぐって、 AJ Styles, リス・ジェリコ、ケビン・ c h ーエンズとフェイタル4ウェイマッチで対するが、挑戦権を得るに至らなかった。8月21日、サマースラム2016にてシェイマスとの7番勝負をすることが発表され、第1戦が行われる。最後にブローグキックを受け配線。3勝3敗と5分となり9月25日、クラッシュ・オブ・チャンピオンズ2016にて最終戦を行い、 終盤に、場外戦へと展開。しかし両者とも力付きノーコンテストとなり、同点で決着がついた。同月26日、RAW にてシェーマスとの不透明となった、決着について、GM を務めるミック・ホーリーに委ねるがホーリーより両、共に優劣つけがたいことにより、タッグを組むことを指示され、シェーマスとタッグチームを結成することになった。12月18日、 ロデブロック2016エンドオブザラインにて、WWE ロータック王座を保持する、ニューデー、コフィキングストーンビッグ、e ウィズ・エグザビアーウッズに挑戦。終盤に、コフィにシャープシューターを極めるも、ウッズの妨害により阻止され、窮地に追い込まれる。しかし、セーマスとタッチをしたと見せかけるトリックプレイで、コフィから、トラブルインパラダイスを決められホールされるがレフェリーは、カウントを取らず、 シェーマスが飛び込んで、コフィを丸め込み勝利。ベルトをダッシュした。2017年6月4日、エクストリームルールズ2017にて、WWE ロータック王座を保持する、ハーディボーイズ、マット・ハーディジェフ・ハーディにスティールケージマッチで、挑戦。中盤に、ジェフより金網を越えて脱出されるが一人となった、マットを攻める。しかし、終盤に、 マットの危機を察したジェフが金網を登り、最上段から、ウィスパー・イン・ザ・ウィンドウを仕掛けられ4人も、満身創痍の状態になる。最後に自身とシェーマスは金網を登り、ハーディ・ボーイズはドアからの脱出を試みるが、シェーマスが、ハーディ・ボーイズよりも先に、金網から脱出して勝利。ベルトを脱取した。11月6日、RAW にて、WWE ロー・ダック・オーザを保持する。 ザ・シールド、ディーン・アンブローズオセス・ロリンズに挑戦。終盤に、シェーマスが、ロリンズより、フロックスプラッシュを受けてしまい万事休止したところに、スマックダウンライブに所属する、ニューデー、ビッグ・イー&、コフィ・キングストンエグザビアー・ウッズが登場。RAW の GM を務めるカート・アングルが、バックステージより、RAW のレスラーを引き連れて排除しようと、混乱に陥り。 この隙をついてシェーマスがローリンズにブローグキックを決めて、勝利。ベルトをダッシュした。2018年1月28日、ロイヤル・ランブル2018にて、WWE ロータック王座を保持する、セス・ローリンズジェイソン・ジョーダンに挑戦。序盤に、場外にてジョーダンをコーナーに打ち付けるとローリンズを孤立させ、最後は合体技をローリンズに決めて勝利。ベルトをダッシュした。 10月16日、スマックダウン戦にてシェーマスと組んで、WWE スマックダウンタッグ王座を保持する、ニューデー、ビッグ E& エグゼビアウッズに挑戦。終盤にニューデーのセコンドであるコフィキングストンより、介入されると、バックステージから、ビッグショーが登場。コフィに、実況席へ、チョークスラムを決めると最後はシェーマスがブローグックをビッグ E に決めて勝利。ベルトをダッシュした。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。